さあ有吉弘行サンデーナイトドリーマー、有吉弘行でございますけれども、あ、有吉弘行って言ってしまいました。ちょっと松方弘行さんのことが頭にあってね、残念な方お亡くなりになりました。松方弘行さん、まあ、松方さんはあれですけど、ね、ちょっと意思を受け継いで僕も有吉弘行に改名しようかなって思ってるんですよね。あ、そうなんですか。うん、有吉弘行ってしようかなと思ってます。いや、もうそれはそれでかっこいいと思いますけど。それはちょっと止めてくれないと先輩なんだから。いや、先輩なんだからって。で先輩なんだから。早まるなよって。あ、早まるなよって。そうね。早まるなよ。どっちがいいと思います？僕、ひろきとひろゆき。いや、まあ、やっぱひろゆきの方がいいんじゃないですか。いや、でも僕は改名の意思持ってるんですよ。有吉ひろきにしようかなと思って。じゃあ、もう。安田達夫にしたら、改めて。いや、いやですよ。サンキュー達夫から取って。いや、そんなやつから取りたくない。そんなやつってなんだよ。そんなやつって言わせる。梅宮達夫の達夫じゃなくて、はい、サンキュー達夫の達夫。いや、梅宮達夫の方がいいよ、まだ。なんでサンキュー達夫なんか取らなきゃいけないんだよ。っていうか、サンキュー達夫って誰だよ。誰なんだよ。知らねえよ、俺もう。いいよ。ちょっと1枚メール。はい、お願いします。ラジオネーム。ちょっと松方さん、やめてください、やめてください。元気が出るテレビ時代の松方さんのモノマネするのやめてください。なんでだよ。いや、そっちの方がまだいいです。なんで生まれしちゃいけないんだよ。松方弘行さんの黄金パターンやめてください。だから怖い顔してよく笑うっていう、笑う黄金パターンやめてください。残念でしたね。そうですね、本当、はい、ちょっとラジオネーム小バテクさんのメールを、はい、有吉さんこんばんは。今日は有吉さん相談がありメールをさせていただきました。私はマゾでよく SM クラブに行くのですが、調教後に女王様がプレイ画像をツイッターに上げているのを見て興奮をし、すぐに裏アカウントを取ってお礼の連絡をさせていただいたところ、なんとフォローをしていただきました。それから数日、今度は別の女王様の調教を受けたらまたプレイ画像を上げていたのでお礼の連絡をしようと思ったのですが、最初の裏アカウントだと一人目の女王様に失礼かなと思い、また別の裏アカウントを取ってとやっていたら、女王様とフォローし合っているだけの裏アカウントが4つになってしまい、わけのわからぬ状態になっています。一つの裏アカで複数の女王様とやり取りをしても失礼はないものでしょうか。マゾでツイッターフォロワー数日本一の有吉さん、ぜひご教授をお願いいたします。これだから 撮ってもらって、で、まあ、SM クラブってこれはだからちょっとあのバーみたいなところかな、多分そうだと思うんだよね。そのみんなが公にお酒飲みながら、女王様がいらっしゃってて、それで誰か吊るし上げてあげますよみたいなのお店なのかな。それとも個人的にそのSM ホテルアルファインっていうのがあるけど、アルファインとかに行って、そのちゃんとそういうところでプレイを してらっしゃるのか、どうなんですかね。まあ、どっちかちょっと分からないけど、多分このツイッターに上げているっていうことは、多分みんながあの SM クラブ、女王様を楽しむバーみたいなところで、あのやってらっしゃるとは思うんですけど、だからこれ、だから、まあ、一つこれ、大事なことがあるんですよ。だから4つもアカウントを取ったりとかしてる、別の女王様とか言ってるけど、あなたの女王様は1人だけ。何このアドバイス。何このアドバイス。いろんな女王様なんていないの、1人なの、あなたの女王様は。So much stress. We now have a variety program. Night. 女王様のおっぱい舐めたい。腹ペコにゃん。ということでね、こんばんは、太田プロ。何ちゅうオープニングなんですか。広島が生んだ怪談師、はいはい、軍人ロックスター、あなたの犬有吉弘行でございます。なんで東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーム、アシスタントはこちらのマゾダンス、デンジャラスの安田でございます。よろしくお願いします。はい、だからこれ何回も言いますけど、はい、女王様は何人もいませんから、まあね、そうですね、ただ一人だ。こんなミスをしてるっていうことはもうマゾじゃないっていう。ああ、そうなんですか。あなたのご主人様、女王様は一人しかいないんです。ああ、いろんな人とプレイしちゃダメなんです。永久契約ですから、それは。あ、そうは、そりゃそうです。当たり前、ホストみたいなもんですよ。ホストクラブでは指名できないでしょ、他の人に。変えちゃいけないでしょ、あれ揉めるから、みんな。それと一緒、あなたの女王様一人しかいないね、あなたの国ですから、それはもう。ああ、女王様一人しかいないです。ああ、
そうでしょ、やっぱちょっと数打ちたいみたいなとこがね、数打ちたいバカかお前何を言ってんだ、あそういうのはダメなのね、絶対ダメです、ああ分かりましたね、はい、だからいろんな人がその、あのどうですかって言われても、はい、すいません私の、 あの、うん、女王様高橋さんなんでとか、すいませんあの高橋女王が、はい、あの私のあれなんでとか、どういうことなの、山田女王様、山田さんすいませんって言われ、山田女王様じゃない、山田さんその人がね、女王様じゃないから、そう、そういうルールがあるんですね、ちゃんとしてください、だからいい加減のことばっかり言わないで怒られちゃいましたけどね、ということで有吉弘行サンデーナイトドリーマー、はい、今夜も最後まで調教してください。Stay Night Dreamer Live on air。Sunday Night Dreamer。さあ東京半蔵 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜のアシスタントはデンジャラスの安田です。生放送ですが、メール募集いたしましょう、はい、テニス全豪オープン女子決勝、セリーナ・ウィリアムズとビーナス・ウィリアムズの姉妹対決で妹のセリーナ・ウィリアムズが優勝ということで、テーマこちらです、兄弟の話、皆さんの兄弟の話聞かせてください、ね、仲がいいです、喧嘩しました、こんなエピソードあります、うん、ということですね、一人っ子の方は今日は送ってこないでください、いやいやくださいよ、一人っ子の方でもいろいろあるじゃないですか子供がこうだとか、なんか親がこうだとか、ね、あいつと兄弟分ですとかね、あそれでも全然いい、松方さんと梅宮さん兄弟分ですね、はいはい、全然構わないかもしれません、はい、はい、宛先言っといてください、はい、お願いします、行きましょう、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます、うん、素敵なメールにはいろいろとステッカーなんか差し上げておりますので、皆さんぜひぜひと、まだステッカーがあるんですよね、でもね、うん、なかなか新しくなりませんそうですかいっぱい持ってる人はちょっと迷惑でしょうけど、ね、我慢してください、はい、ということでございます、だからどうかね、だからさっきの SM の話じゃないけど、やっぱりこの前もなんか番組でね、やっぱり一番全身ボンテージを着せたいが似合う1位の今七尾ちゃんですけども、うんうんうん、七尾ちゃんにちょっと質問したんですよ、普通普段は家ではろうそく使ったりとか、されてるんですかって言ったら、使いません見損なったぞって何だと思ってんですか何だと思ってんの、あの人のこと七尾ちゃんのこと何だと思ってんの女王様違いますよ女優さんです、もう女優さん、女優さんなんですか、女優さんです、あの人、はい、SM クラブの女優さん、違います、ボンテージは似合いそうですけど、ボンテージは似合います、ね、似合いそうですけど、あんまり多分着てないかもしれないです、ね、やっぱボンテージ着てほしい人の今そうですね、ベスト3には入ってますね、ああそうですか、七尾、藤原紀香、あと一人は誰かな、難しいね、あと一人、ね、いない、誰かボンテージ着てほしい、あれだろ、ボンテージってと、まあ、山川もなかなかいいね、ボンテージ、あそうですか、あら染み入りましたね来週ボンテージで、そうですね、はい、いやだからちょっと奈良尾さんにはちょっとがっかりしたんですよ、ね、そうですか多いですね、そういうのね、なんかね、本当になんか純粋で質問して、なんか女性タレントには何ですか、何ですかって言われるのも多いですねご自宅でやっぱりろうそくとか結構使われるんですか、はい、はい、いや見損なったぞどうですかってなりますよね見損なったぞって言われてもね、この前川北もなんかあれでしたよ、なんか川北舞子もヒルナンデスの時、ストライプのなんか服をね紹介してたんですよ、なんか赤と白のストライプ横島の服、はいはいはい、だからお天下みたいだなって天下みたいな服だなって言ったらちょっとって言ってたから、あれなんで天下知ってんのって言って知りませんって言ってました、あれは完全に知ってましたね、そうですね反応したわけですよね、いや反応しましたよ、ね、僕がしました、ね、ええ、まあお昼の生放送でその服見て天下みたいだなって言ってる方が僕がちょっとねおかしいんですけど、そうですよね、それにしても、はい、ちょっと言いましたから、うん、あれだから川北さんは天下を認識してえそれ放送中、放送中でしょ、放送中か
いやなんかいつもの話はほら、ね、CM の間とか、ね、CM の間とか VTR の間とかって言ってるから、今回は本番中本番中なんだよ。そうですね。あとはだからあれでしたね、なんかあれだったね、なんか藤本さんが、藤原の藤本さんがインフルエンザかかってちょっとなんか一個仕事なんか休んでるっていうのがあって、はい、それでなんか一緒の仕事があったから、うん、あ今日藤本さん休むんだろうなと思ったんですよ。何日経ったか知らないけど、インフルになってから、はい、そしたらなんか来たんですよ仕事に、うん、え大丈夫いやいや帰ってよっていう話になって、はい、いや大丈夫大丈夫って言うんですよ、はい、いや大丈夫、昨日休んでませんでした、はい、仕事、はい、うん、もうでも治ったって言うんですよ。バイアグラの、あバイアグラちゃうわって言ってから、いやタミフルでしょって話しちゃって、なんかだからそれもなんか怪しいから、はいはい、でなんか症状がね、熱が出ないのがあるんですって。もう平熱なのに、はあ、なんか節々もそんな痛くないんだけど、はあ、ちょっとなんかだるくて、はあ、変だなと思って調べたらインフルですって言われるんだって。そんなある？いや今まではないですね、聞いたことないですよね。インフルなんてもう高熱が特徴ですもんね。そうですね。いやだからちょっと俺なんか歯食いしばってきてんじゃねえかなこの人ってあれ怖いね。今でもめちゃめちゃ多いね。めちゃ今警報出てるみたいですね。インフル警報、警報が出ちゃったんです。はあ、やば怖い。今年は全然、まあ最近はずいぶんかかってないけど、うん、子供ならないですか？子供もだから多分幼稚園とか行くようになったら多分かかっちゃうんじゃないかって言われてますけど、今まだ通ってないんで。そうか、今はもう新聞紙でちゃんと菌を防いでるから大丈夫か。新聞紙では寝てないですよ。新聞紙のマスク、新聞紙のマスク、はい、新聞紙を、はい、何言ってんですか？新聞紙を使ったマスク、はい、何言ってんですか？廃材廃材って言うんじゃねえよ。廃材じゃねえよ。安田さんちゃんもう有名だもんね、新聞紙を四角く切ったマスク使って。いやそんなの使ってねえよ。ちょっと子供たち口の周りいつもインクで黒いついてねえよ。だから泥棒ひげみたいになっちゃって、なってねえっつって。なってるじゃん。ならねえよ。マスクもまだしませんよ。マスクもまだつけるの嫌だぐらいの感じですから。ゴムと新聞紙。いやそんな上手に作んないよだから。いやまた来るからそういうの言うと新聞送ってやるからなとかって来るんだよ絶対に。大丈夫だから、絶対来るわこれもう。いやだから注意してほしいなと思ったけど、インフルエンザ大丈夫かな。なんかその後の打ち上げもずっと藤本さんと隣だったから、ちょっと俺ずっと不安でさ、うん、いやでも確かにそうですよね。やっぱ結局ね映るのが多いですもんね。だからまあ結局なんでもないんだけど、うん、これよかったけどね。じゃあ怖いの、うん、サクサクとさ、多いよね、みんな結構。でもあれはもう休まなきゃいけないんだもん ね、 あれはね。だから結局薬飲んだら5日ぐらいですね、はい、うん、実際はね2日ぐらいぐらいで治る ね、 ね下がりますけど、ね、そうか。あとあれもすごいね、 Google 翻訳ってやつね。それは僕は知らないんですけど、 Google 翻訳っていうアプリがさ、はい、あって、はいはい、それインストールして、はい、例えばなんだろう、ここに英語の、まあ、辞書でもな、英語の聖書でも何でもいいけどさ、はは英語で書かれているやつあるでしょ、はいはい、カメラでそれ当てると全部もう訳してある、画像画面に、日本語で出るの、それがバーッとカメラで。未来でしょ。いやすごいすごいんですよ。じゃあもう英語だから、うん、なんだろうな、バイオなんかこの前ゲームの雑誌の裏にバイオハザードがあったからさ、うん、バイオハザードって言ったら、うん、その生物なんとかって出るんじゃなくて、それはもうカタカナでバイオハザードって出るんだけど、変な役ではない、変な役ではない、うん、ちょすごいよ本当に。もうだこんなんも海外何にも困らない、レストラン行ってもうメニューパーッと取ったら、もうそれでカニの汁の焼いたやつとか出るんだ。頼もうとしてんだって話ですけど、はい、すごくないですか。いやでもすごいです ねやっぱりね、その海外行ったらね、その英語とかなんでね、戸惑いますから。でそのカメラだけじゃなくてちゃんと、まあ、自分で喋ってね、ペニスって言ったらピーナスってちゃんとあの発音もやってくれるし、すごいなと思って。何を入れるか別としてね、すごいですね機能はね。ペニスピーナスっていうちゃんとね、あの訳してくれるし、もうすでにやってるってことですもんね、それは知ってるってことはね。いやすごいなと思ってね、うん、ああ確かにむしろね、もう
英語を勉強しなかった我々の勝利だね。もう大勝利に近いよ、マジで。マジでもう同時通訳なんてすぐでしょ。だってもうイヤホンしといて、そのイヤホンに入ってきた英語が日本語になるなんてもうすぐよ。だって実際今だって Google その翻訳で喋ったらすぐ英語になるんだし、はい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 、そうでしょ、だからもう我々の大勝利です。駅前留学しなくてよかったですよ。我々の大勝利は近いですよ。まあそうですね、確かに、ね、そうですよ、嬉しいね。困るだろうね、でもね、今からなんか偉そうにさ、うん、自分はなんかもう貧乏ったらしい、貧乏ったらしい高校卒業のさ、はい、腐れ芸人のくせにさ、はい、あの子供アメリカンスクール行かせてますみたいな芸人ばっかりだけどさ何夢託してんのか知んねえけどよっていう連中ばっかりだけどさ、そんなやつらもう何の意味もないよね、もうマジで。全体的に行きましたね。売れっ子芸人全体的に行きましたね。なかなか豪快だ、なかなか。もう何の意味もないと思う。まあでもそうなっちゃうのかもしれない。なるでしょ、だってもうイヤホンでしょ絶対もう。ああそうか、うん、絶対そうよ。もう時間の問題ですから、我々の大勝利です。そうか、はい、じゃあもうあれが中国だろうがフランス語だろうが関係ないからね、もう。じゃあうちの子供とかも別に無理やりその習わせる必要とかもない。お前のガキなんて何覚える気だったんだ。何も覚えねえだろお前。新聞で、新聞のマスクしてよ。新聞の耳栓してよ、本当に音も遮断して。本当にそんな感じのことを引き出すためにわざわざ自分の子供のことを言ったわ。バカだよお前。なお前みたいなもんの子供がお前何を覚えると思うんだよ。もうそれ以上しねえよバカ。もうそれ以上言うな、それ以上。それ以上やめてくれ。子供、俺のことはいいから子供のことはやめてくれ。一緒だ子供、お前からできた子供なんだからお前も子供も一心同体だろお前。子供もこのラジオ聞いたりするんだよ。するなバカ。耳、新聞の耳栓してろ。新聞はやってないんだよ、だから。新聞のマスクはしてないんだよ。新聞で何も作ってないんだよ。新聞を取ってないんだよ。外出るとき新聞の腹巻きやめてやれ。ガサガサ言うから本当にお腹冷やさないようにっつって、まあ一番高いらしいけどな。一番高いけどななんて言ってないんだよ。お前らブルーシーターよく言うけどさ。お前らじゃないんだよ。俺はブルーシーターじゃないんだよ。俺の家は屋根がちゃんとあるんだよ。屋根だけ？屋根だけじゃない。壁は？壁もある。壁も屋根も。エアコンもある。エアコンはないだろ。エアコンはある。エアコンはないだろじゃないんだよ。エアコンある。神さんが、神さんが後ろからあの打ち合いで仰いでるやつね。箱の中から。箱の。違います。そのあのエアコンね。ダンボールエアコン、ね。ダンボールエアコンじゃないよ。ダンボールはでもブルーシーだ。ブルーシーだでもないんだよ。素敵なお家、あったかいね。寒いけどあったかいね。いや違います。決めつけないで。Stay night dreamer.さあ今夜のメールテーマは兄弟の話なんですけども、ね、ちょっといろいろと他のも来てます、うん、ラジオネスの FM 長野、うん、有吉先生のあなたの女王様は一人だけという発言、とても感動しました。私もこれからアルバイトでご主人様に貢ぐお金を作って私だけの女王様見つけたいと思います。有吉先生ありがとうございます。生きる希望が湧いてきました。そうなんですよ、そういうことなんですね。しっかり勉強してください。そうです、ね、ラジオネーム梵天 FM 滋賀、有吉さん先ほどのアルファインという SM ホテル大変興味を持ちました。来週はサンデーアルファインドリーマー放送していただけないでしょうか。どう新規リスナーも増えますしギャラクシー賞も目の前だと思います。増えないよ。普通この8時台のね、はい、あのラジオでね、はい、アルファインっていう SM 専門ホテルのこと言わないですよ。言わないですよね。これ特別で秘話ですよ。秘話秘話ですか。そうラジオネーム一日一外食 FM2M、はい、あれさ、私は魔女でもなく経験もない童貞なんですが、先ほどの女王様一人というのは漫画嘘食いでかけろう会員と専属立ち会い人とのとの関係性と同じだと思えばいいのでしょうか。その場合初めての女王様が自分の専属女王様でしょうか、それとも専属女王様を探すことも必要でしょうか。これは嘘食いっていうのありますけど、確かにそうです。これは同じですやっぱり、はい。ま、そうですね、こういうものはでもね、あなたの女王様を選ぶなんてまずおこがましいんですよ。あなたが選んでもらったんですから。だから初めて会った女王様があなたの女王様ですよ。あ、まあ、初めて会った人当たり前ですよ。そこに
好みがとか、はあ、プレー内容がとか、はあ、顔が体型がじゃないんですよ、はあ、初めて行って調教してくれた女王様があなたの女王様でしょすごい名言みたいに言ってるけどあなたは生まれる国を選べないいやまあそれは名言ですけどラジオネーム同じにしちゃってるんですラッコフェスティバル、うん、僕は朝岡瑠璃子さんにボンテージを着せてみたいですガリガリじゃねえガリガリじゃねえおばあさんだしラジオネームあんこ餅ボンテージの似合う女性北川景子さんはどうでしょう全然分かってないね分かってます、うん、全然意味が違う兄弟の話全然出てこない出ます出ます出、ラジオネームヤバい DVD 屋さんははははあクソヒゲゴリラ全勝優勝したってね見たいですねすごいねすごいですねお見事15勝0敗お相撲じゃないです全勝優勝ですけどお相撲じゃないですそれお相撲みたいなラジオネームヤバい DVD 屋さん、はい、僕の弟はシアトルでディーラーをやってます収入は22歳で40万ほどもらってますがゴリゴリの外国人に怒鳴られたり酒をぶっかけられたりするそうです兄ながらそんな環境で働いてる弟は偉いと思います僕も早く働いて弟と仕事について語り合いたいですまあ働きゃ早くすごいねシアトルでディーラーやってるってね、うん、なかなか大変怖いと思うけどすごいねラジオの千本ノック FMC が僕の兄は石澤さんみたいにヒゲが濃く未だにテレビゲームに熱中しているどうしようもない兄昨日もトルネコ2をやっててバカみたいにプチ切れてました夜中にゲームやって切れて大声出すのはやめてほしいです、うん、しょうがねえよそういう家庭環境だから親を恨む親をラジオまでに僕の妹は女子ラグビーをしています高校から始めているのですがいつの間にガタイが良くなり喧嘩になるとタックルされます先日クソヒゲゴリラがゲストに来てましたがこのラジオがラジオ聞かれていることがバレたくないので教えてあげませんでしたいいオチなメールだな本当にはいじゃあ曲いきましょう、バンドメンバーですね、4人のうちです2人が兄弟のロックバンドでマキシマムザホルモンの、恋の目柄ば Sunday Night Dreamer さあこの時間からお聞きの皆様改めましてこんばんは有吉弘行サンデーナイトドリーマー東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております今月のアシスタントはデンジラスの安田ですちょっとメール読んでいいですか、はい、ラジオネーム時任三郎 FM 長野有吉さんここ最近は熱があまり上がらないタイプのインフルエンザ流行ってるそうです、うん、先週インフルエンザに感染したバナナマン日村さんもあまり熱が上がらないタイプのインフルだったそうですと安田さんみたいに川から汲み上げてきた茶色い水を飲んでいる人は常に熱があるような状態です気をつけてくださいというちょっとあまりね気をつけてくださいよ書いてあるの本当にそんな書いてありますけどね時任三郎さん大丈夫ですね大量のあの新聞でろ過してますもんねいやしてないです新聞を10枚ぐらい重ねてそこに水乗せて下から出てきたインクの水を飲んでるんだもんねそんなこと開発してませんよちゃんとあれですあのボトルのやつですお湯とか水になったりするやつ茶色い茶色いのなんかないでしょどっか拾ってきたボトル拾ってないですよどの式のやつですかニュースはいお願いしますさあ、続いてはですね、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいますそれではまずはこのニュースからスカートを履いた女性警官にロメロスペシャル滋賀県警長浜署の男性署員が懇親会でするな懇親会なんかまあそれはねいいと思うんですけど、余興の一環としてなんで余興ってバカ懇親会ですするな余興なんて懇親会で余興ってのはよくあることです余興の一環としてスカート姿の女性署員にプロレス技のロメロスペシャルをかけていたことが発覚いたしましたバカかお前まあね、ちょっとバカかもしれませんけど、この場面を参加者が撮影し複数の署員が共有していたそうで、まあやるだろうね、県警監察官室が処分を検討しているそうです、うん、それはそうだ嫌がってんだからかわいそうだねただ、女性署員はスカートの下に短パンを履いており、うん、下着は見えていないとしています、うん、よかったねせめてもね、 そうですね何をやってんのこれやめろ懇親会と余興バカ懇親会と余興ですかまずそれをいやでもいいじゃないですか懇親会ぐらいは何でもいいんだからパワハラとかアルコールハラスメントだとかあまあそう何でももう何でも嫌がらせなんだからやるなもう損だよやったら何もやるな本当に一人で生きていけみんなみんな一人で生きていこ う俺に優しいのは女王様だけで厳しいようでやっぱり愛があるねああそうですか女王様の方が、うん、秋竹城さんのボンテージないから
ダメダメそんなの。いや誰も何も言ってませんよ。急にどうしよう。あんまり要求されないと思います。ロメロスペシャルダメですよ。はい、これはね、プロレスワーです。幼稚だね、うん。何やってんだろうね。盛り上がる。どういうノリでやるんだろう。まあプロレスのわーとかなんか例えば登場みたいな。やってとか。例えば場外でわーってなってとか。ロメやろうみたいな、まあ、よーしかけるぞーみたいな、ね、なんかじゃあロメロスペシャルかけるぞ、何ですか何なんですかロメロスペシャルって、うえーだね、バカかよ。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。続いてはこのニュース。水に溶けるスニーカーが登場。アライグマが雪を洗う動画じゃねえんだからよ。いや違いますよ、これあの開発です。アディダスから水に溶けるアライグマが雪を洗おうとして溶けてええっていう顔してる動画かよ。いや違う情報です、情報。アディダスが開発したんです。ああ、そう、水に溶けるスニーカーが発表されました。ナイキじゃなくてアディダスです。分解性の人工クモ糸から作られており、不要となった際は水に溶かすことができるそうです。そうなの。しかし、ですね、分解には分解酵素が必要なので、うん、雨などで靴が溶け出すことはないようです。バカじゃダメだ、そんなの。雨で溶けなきゃ。いやでも履いてた。何分解酵素って、まあ、変な薬剤だろ、どうせ。薬剤を混ぜる。地球に厳しい。あれでもまあ、それは分からないですね。ダメだ、そんな。何が水に溶けるスニーカー、そんなの。あ、そうそう。全然ダメ。だそうです。アディアさんやめてください。直ちにやめてください。そんなんだって分解酵素が必要なんだったらもう全然ダメだ。だってそう焼ける燃えるスニーカーと一緒じゃん。燃えるスニーカーも水に溶けるスニーカーも変わりしねえんだから。火で焼ける方がいいじゃない、あっという間に。でもそうするとほら二酸化炭素が出てるところはなんかね言うじゃないですか。じゃ水に溶けたその靴は飲めんのかね。それぐらい体に優しいのかね。ろ過しなくてもいいの新聞紙で。いやいやうちはやってないですし新聞紙ではろ過できないんですけど。まずねそこがまだ違うんですけど。もう一回研究を重ねてください。お願いします。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.com/dreamer。さあ引き続きニュース、はい、続いてはこのニュースです。メル・ギブソン9人目の子供が誕生。チームできる、61歳のですね俳優。61歳なの？61歳のそんな若造なのメル・ギブソンって。若造だった。若造もう70とか言ってんじゃないの。61歳ですね。わけえなこいつ。こいつじゃないですけど、60歳の俳優メル・ギブソンに9人目の子供が誕生したことが分かりました。2年前から交際中の恋人、ロザリンドさんとの間に生まれた男の子で、ラース・ジェラルド・ギブソンと名付けられました。まあだそうでございますね。あ、そうなの、はい、メル・ギブソンって一番面白いのは48時間48時間は違いますね。マッドマックスとかリーサルウェポンとか。あ、リーサルウェポンシリーズね。そうですね。はいはい、黒人の人と白人の2人でやるやつね。バディね、バディものね。バディでしたっけ。バディものですよ多分。そうでしたっけ。違う、リーサルウェポンって。リーサルウェポンは違うかもしれないです。じゃあ黒人のおじさんとチームになってやってるのあれなんだっけ。48時間ですか。それ48時間そうじゃないですか。え、リーサルウェポンシリーズもでも黒人のおじさんとあれだよ、なんかそうだよね。あ、そうですか。そうだよ、なんかあんな感じのおじさん、イカリア長介さんみたいなおじさんとみたいなおじさんと、なんかデビッド・カッパーフィールドじゃない、デビッド・カッパーフィールドじゃないメル・ギブソン。そうですね、なんかそうそう、やってんのかこいつも。9人目生まれて、ね、よかったら、ちょっとなんか送ってやろうかな。何を送るのよ。メル・ギブソンに何を送るのよ。肌触りのいいおくるみでも送ってやろうかな。あ、喜ぶじゃないですか。でも Why? って Why? ジャパニーズ・ピーポーって何ですかよ。何でだよお前。いや、なりますよ。お祝い返ししろって言っちゃうよ。もう半分半額よこせっつって。それが常識だ。続いてコーナー行きます。はい、お願いします。街の賢者。はい、あなたがですね、町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオのケツ出し FL と俺からのアドバイスだ。大谷翔平、最近お前二刀流で満足してないか。野球選手なんて大怪我したらいつも俺たちみたいな、なワンカッパーになるかわからんというのにお前
バッターとピッチャーだけで食っていけんのか。俺がな、お前なら当番がない日はな、先輩今日暇なんでキャッチャー変わりますとか、監督変わりますとか、自分から仕事探すぞ。だって仕事は与えられるもんじゃなくて探すもんだからな。ピッチャー、バッター、キャッチャー、監督、休みの日に審判、俺なら後藤流行くぞ。今だってお前見てみろ、お前ワンカップ、ワンカッパー、ブルワンカップ、ブルーシート、ダンボール、サキイカ、銀杏、拾ったヤンジャン、マガジン、モーニング、八刀流。伊達近所からお前野良人間と呼ばれてねえぞ。自己満足は最大の敵なり。これを座右の目にして俺の成長に追いついてこいよ。ね、そうだね、二刀流じゃね。確かに。何二刀流って。多いんですよ、一般的には多いんですけど、野球、野球ではそうなんです。そうなのかな、はい、ラジオのブラザーフットもしている、チョコレートの CM に出演する西島秀俊がイベントでアンケートにて、3割の男性が奮発したチョコレートをもらったら本命だと勘違いすると回答したことを知らされて、こんなこと言ってやがったな。本当ですか。あまり勘違いしないんじゃないですかね。勘違いしない、はするわバカ。お前全然分かってねえな。チョコレートもらったらやれるって知らないの。常識なんですけど。日本の女性は相手に思いを言葉で伝えるのが苦手だから、やらせてくださいって気持ちをチョコを気持ち込めてチョコを送ってんだよ。女心分かってないね。もはや勘違いとかの問題じゃないしな。今までどんだけチャンス逃してきたんだお前は。だからお前モテないんだな。3点。歩くコラーゲンこと加納美香さんが中国の通販サイトで販売され、一部で話題を呼んでいる童貞を殺すセーターについてブログでこんなことを書いていました。ツイッターやコメントを検索しておりますが、童貞を殺すセーターは加納姉妹が前から着ていると、もう一度見たいですという感じのものがたくさんありましたが、おそらく私たちの随分前からのブログやインスタグラムなどでご紹介しております、天使も気絶してしまう超絶セクシーなヒップの谷間ドレスのことなのでしょうか。知らねえよ、文章下手すぎるだろ。バカみたいにケツと乳ばっかり放り出しやがってな。言っとくけどな、カノン姉妹のファンなの、カノン姉妹ファンの童貞なんてこの世に一人も存在しねえしな。お前らのブログ覗いてんの団塊世代のおっさんだけだからな。ビジーを殺すスパッと履いて新橋でも歩いてろよ。そうなの、そんなんがあんの、童貞を殺すセーターっていうのが。確かになんか三平の割には読みにくい、なんかメールで腹立つなと思ったら、そういうことか。あの姉妹の原文ママってやつね、まあ、起こしてる。ラジオネーム、大みじ快速。おい民進党の連中、お前らすぐに審議拒否とか言って国会からブッチするな。あれバイトだったら一回やっただけで即クビだからな。お前らのやってることはもう生きがりたいバイト始めたての男子高生と一緒だから、そんなことして1000万の給料もらえて楽すぎるだろう。だいたいお前ら俺たちのハローワーカーの気持ち考えてあんのか。入り口には職業仕事ありますみたいな看板が出てんのに、中に入って俺の年齢と経歴な、つまり36歳中卒童貞ということを伝えたら、あなたにできる仕事ありませんって言われるんだぞ。仕事探すためにほぼ俺の人生全否定されてんだぞ。だから仕事時間いっぱいな、ちゃんと持ち場で頑張れよって。そうだね。ただ職業ありますって書いてあって、あないでーすっていうね。36歳中卒童貞、童貞は使えなくてもいいんじゃないかと。関係ないですけどね。ラジオネーム、ビワランチョにあり。おい森進一の息子、お前インスタグラムで、あうさ、このこんな声じゃないか。違いますよ、違います、息子は違うと思います。朝疲れた状態でバスから降りれば、そこには日本人が携帯片手にまるでポケモン見つけたみたいに動画やら写真やらパシャパシャ撮られて、みんなも毎日ちょっとしんどい思いしてます。ご飯もゆっくり食べれない、外の空気もろくに吸えない、ライブが始まれば最前列はいつも同じ景色とか言ってたらしいじゃねえか。お前親父のコンサート行ったことあんのか。お前の親父はな、いつも同じような変顔して豚の屁みたいな声で同じ歌ばっか歌って、どこの会場行っても客席は最前列どころか最後尾までびっしり似たようなジジババが埋め尽くす同じ景色。毎日そうやって親父は仕事頑張って、お前そこまで大きくしてやったっていうのに、
監獄ロックとかいうマササイトの必殺技みたいな名前のバンドでちょっと売れたからって調子こいて親父否定するようなくだらねえ自己アピールしてんじゃねえぞ。外国まで来てくれるファンがいるんだろ。死の子の言わずに愛だ恋だフェーフェー歌ってろバカ息子。ひどい監獄ロックこんなこと言いたい時もあるんだよ、言わせてやれよ、お前の親父はな説教やめてやれってすぐ。うちの賢者ですからね。ラジオネームプーサブロー、有吉さん、我らゲスナーの太陽ベッキーちゃんが JR 博多シティ広告に抜擢されたことから復活への第一歩かと話題になっていました。ベッキーちゃんよく知らないんだけど干されて大変だったんだって。辛かったな。でもベッキーちゃんには素敵な仲間たちがいること絶対忘れちゃダメだぞ。大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー、真面目なジョイ、真心のユージ、情熱のホラン、少年のアントニー、天使のローラ、素敵な仲間たちに囲まれてベッキーちゃん幸せだな。俺未だにこれ思い出して笑い地獄に突き落としてくれて本当にありがとう。あったよねベッキーのね。ハーフ会やってます。大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー。全然手差し伸べてくれなかった。覚えてるなよこんなこと。いつまでも。ラジオネームひろき、おい PPAP の商標登録したやつ。ワンカッパー、ブルーシーター、ダンボーラーは俺が登録する。だからお前登録するなよ。するなよ。絶対にするなよ。JFN と太田プロはちゃんと俺に使用料払えよ。これで俺の金持ち。バカな。あの人もすごいね。すごい。めちゃめちゃだもんね。どうなのかな。まあでも登録、まあ許可下りないんじゃないかっていうような話もあるけどね。そうですね。やばいね。ワンカッパー早く登録しとかないと。本当ですよ。ワンカッパーなんて登録したってあの人1万2000円損するだけだから。おもしろいあげとこう。パン。ラジオに騙しやすけし。エスミさんの引退、俺は悲しい。エスミさんといえば TPO をしっかりわきまえていて、本当にかっこいい女性の代表だった。トスケベ大開脚がさらされたカリナやゲスコラムニストに抱かれたベッキーみたいな上辺キャラだけで女性の好感度を得ていたクソバカどもと違って、エスミさん本当にかっこいい女性だった。親の七光だけで飯を食ってるバカにはバカ息子と大々的に説教したり、国に払うべき金を持ち逃げしてたのを潔く認めたり、男よりも男らしい素晴らしい女性だった。そんなエスミさんを失った芸能界、俺は憂えてるよ。今後エスミさんみたいに女優としても塗装屋としても一流でやってたような芯のある人間はもう出てこないだろうな。エスミさん、子供食わせていくのきつくなったらさ、一斗缶とハケ持って俺にチンキな。俺のガンプラの塗装ぐらい頼んでやるからな。うん、だけど落書きはしないでくれよ。言うねんて。ほじくり返しな。お前らお前ら。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。なんかのイベントで中リーサが、2017年の目標を聞かれ、こんなことをなんか言ってやがったな。ヒップアップですかね。お尻大きくしたい。鳥年だし、鶏肉いっぱい食べてお尻大きくしようかなっていう目標を立ててます。お尻があった方がバランス取れるんですよね。ヒールを履いた時もメリハリボディっていう感じで見ていて美しいなぁと。スキニーパンツを履いた時にもやっぱり美しいなと思います。お前たまらんな。お前確か爆乳だったよな。爆乳に加えて爆血か。いやらしい女子ぜよ。市原隼人みてえな旦那に独り占めさせとくにはもったいない話だな。そんでヒールとスキニーパンツ、こら金玉が100個あっても追いつかねえな。あと顔を顔面で隠せば俺が長年追い求めた理想が現実になるぞ。よし、さっさとケツで隠してこい。夫市原隼人じゃなくて中尾明慶君ですよね。そうですよね。なんかに同じようなグループのところにいるけどですよね。はい、あのいいね確かに、なかなかいい。ボンテージ着せてもいいね。ああ中里さんですか。深田恭子もうまいね。ヤッターマンとヤッターマンやってましたね。踏まれたいねみんなに。ガッとみんなにじゃダメね。そんなこと言っちゃダメだ。一人だけです。そうです、はい、一旦ブレイクします。Stay Night Dreamer Live on Air
有吉弘行サンデーナイトドリーマー1時間経過間近というところですけども、はい、メールが来ています、うん、アナナシからしレンコン福島 FM メールテーマの新聞紙のマスクについてですが、正面をかけて少し濡れた新聞紙を使うと乾燥対策になりおすすめです。まあ、ちょっと正面を染み込ませる。じゃないです。じゃない。メールテーマ違いますよ。メモしてんじゃねえよ。してないです。してないです。正面かけるじゃないの。してないです。違う、メールテーマが違いますよ。ほら言わんこっちゃない。だから来るっつったでしょ。このラジオネームゲロムシ。うん。FM秋田。こんばんは。安田の息子の安田かぶとです。さっき水で溶けるスニーカーの話があったけど、それってパパが僕に買ってくれた雨になるといつもぐちゃぐちゃになっちゃう新聞スニーカーと違います。違います。嬉しくなっちゃったよ。なんでいつも兜が力ないんだよ。いや、それはほうれん草を茹でた後の水飲ませてるだけだからだろう。飯食わしてやれよ。飯食わしてるし、ちょっと緑のやつメロンジュースだよ。カブトやるとあれ青汁って言わないからね。いや、あれ知ってるわ。ほうれん草を茹でた後のアクだらけのちょっと緑の水ってあれ青汁じゃない。誰を例にして言ってんだよそれ。だからラジオネーム、なおちゃん&ともちゃん。安田さん、はい、今月もあとわずかですが、我が家のカレンダー 1月分のページめくったら、それ腹巻き用に送りましょうか。猫の写真のカレンダーなので、息子さんや奥様に可愛い腹巻き作ってあげてどうでしょうか。いや、だからそんなに募集してないですからね。大丈夫、ボンテ。ここはちょっと変わります。はい、ボンテ、はい、FMC が、はい、アリスさん、あなたの女王様一人という言葉感動しました。僕の心の女王様は栗山千秋さんです。あの鋭い目、冷たい目を向けられて、一つ一つ射精想像しただけで勃起が止まりません。わかる、わかるじゃないんだよ。ボンテ、あ、まあこんなもんですかね。時間がもうございます。一部の地域の方、この時間でお別れ。また来週もぜひ聞いてください、はい、お相手は有吉弘行、デンジラス安田でした。この間も聞ける方、引き続き2017年1月29日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはデンジラスの安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーです。ボンテージが似合うね女性、いろいろ探してましたけども、うん、あと誰がいますかねと思ったら、こういうラジオにドスコイパンダなんか FMC がね、うん、ボンテージが似合う人は滝川クリステルさん、いかがでしょうか。厳しくおもてなしされたいです。ダメですね。ダメですか。ちょっとなんかやっぱりなんていうのかな、ザ分かってなさそう。攻めが、あ、本当にただ痛いことすりゃいいって思ってそう。ああ、はいはい、うん、そこはちょっと難しいと思うよ多分。まあそうみたいですよね。うん、分かってね、楽しんでくれてなさそう。あ、そうですか。うん、ケツにナイフ突き刺して、そのナイフを踏みそうだもの。残酷、残酷ですね、うん、それはね。ちょっと俺はあんまりあのお願いしたくないね。うん、お断りこっちから。いや、まあまあ、何もしないですから。しませんからね。実際は事務所に CD が送られてきたっていう話だったんで思い出したんだけど、なんだっけ、逃げるウジ虫、逃げるウジ虫、肛門からポンだっけ、あの星野源さんのドラマあったじゃん。違うんですよ。逃げるウジ虫、肛門からポン。逃げるアジラがダメになるでしょ。ダメになる。逆に感想でしたっけ。情報番組だっけ。情報番組、ドラマです、ドラマ。結構去年一番ヒットしたんじゃないかって言われてるやつのやつの、はい、あのウジ虫ダンスだっけ。違う、恋ダンス、恋ダンス。逃げ恥ダンス。あれのあれはあれでしょ、星野勘太郎さんの歌だけど、星野源さん、はいはいはい、大工の源さん、大工の源さん、パチンコですけど、歌話が遠回りしますね。話がめちゃめちゃ星野勘太郎言っちゃうと思う。ヤマハブラザーズ、山本小鉄さんと星野勘太郎さんがタッグを組んだ状態をヤマハブラザーズと言います。はいはい
いや、うんちくじゃない、上田さんのうんちく全然うんちくじゃないですからじゃなくて、はい、オープニングの方の曲を歌ってたのが、うん、チャランポランタンさんだったんですって。あ、そうなんですか。それで思い出したんです。チャランポランタンさんは結構そのマネージャーさんとかとツイッターでやり取りしてるうちに、うん、ラジオ出て曲でも作りますよとか言ってくれてたのに、うんうんうん、ありましたね、はい、なんかめんどくせえなっつってね、全然交流も何も切れてたんだけど、はい、あの時作ってもらってたらもう今だってチャランポランタン売れてる感じになってますよね、だいぶ。そうですね、あの時作ってもらっときゃよかったよ、損したぜ。いや、どうぞ。じゃあだから逆に言ったら今から今言うとめちゃめちゃこびてるようじゃん。あ、すいません、なんかドラマのやつ見たんですけど最近なんか頑張ってねえらっしゃいますよねねえって言って近づいたら、おいおいこいつ手のひら返したぜって思われるからさ、何ですか急にみたいなね、うん、だからあの時もったいなかったなと思ってさ、やっぱ先作ってもらっときゃよかったな。いや、だからそうですよ、うん、今後そのまた分かんないですよ、ここでほら話したことが、そうですよね、あの向こうに行ってまたお願い しましょうね。だからね、そうですね、その時はもうダメですよ、もうめんどくさいとか言っちゃう。いや、じゃなくてあなたが言ったんだからね、うん、まあなんだかめんどくせえなやっぱりなとかって言って、うん、やめちゃったんだから。舐めるはしょんべん、食べるはクソってだっけ、違います、逃げるは恥だが、逃げるは恥だが、恥だが、はい、逃げるは恥だが何ですか。ためになる、ためになる、中村正俊、役に立つ、中村正俊主演夜逃げや本舗、いや、もういろいろとっちらかっちゃって正解がどれだか分かんなくなっちゃいました。あとはね、ちょっとあれなんだよな、これも恥ずかしかったのがね、うん、ニッチェのね、近藤がね、うん、あれだったの、ツイッターのダイレクトメールかなんかです、俺は電話番号とか別に交換もしねえからさ、はいはいはい、ツイッターのやつでさ、うん、あれさ、今度飯連れてってくださいよって来たのよ、うん、ああだから、ああいいよっつって、うん、今日行こうっつって、うんうん、今日行こうって言ったら、今日ダメですは何それって思って、そしたら二十何日はいかがですかって言うから、はい、はい、それは無理です、もう結構ですね、後輩だからさ、メッセージ言ってくださいって言ってきて、はいはい、お、じゃあ行こう今日、はい、っつったら、はい、今日はーって言われてめちゃめちゃ腹立つやん。ちょっと恥かいたみたいになっちゃう。杉とか、杉とかかよ杉とかがよくそんなことやりそうじゃん、なんか。いやいやいや、杉やるね。でさ、それはもうだから、もう結構ですっつって、はい、バッとこだわったのよ、うん、知らないっつって、うん、そしたら昨日一昨日ぐらい、ヒルナンデス行ったら、タンポポの隔週なんだけど、あいつは、はいはい、ニッチェとタンポポが代わり番号なんだけど、はい、なんかニッチェじゃなくてタンポポの方で、タンポポの白鳥ね、あの、メガネペリカン野郎ね、はい、ペリカンがさ、はい、有吉さん、なんかあれですか、ニッチェの近藤なんかご飯誘ったんですかおい、ちょっと待って、どう、なんで俺が積極的に誘ったおじさんになってんの。お前らのネットワークの中のこの耳打ちゲームが変わってきてるじゃないか、もうめちゃめちゃ恥ずかしかった、陣内さんとかの前で、なんかこのご飯誘ったんですって、え、何何何みたいな、ね、南原さんとかもいるのに、あれです、こんなの誘ってんのかみたいな認識になってるだろうって、これ違うところだともう狙ってるみたいになるかもしれない、いい加減してくれって言われて、一旦ブレイク。さあ、いろいろメール届いております、はい、ラジオネームバラマンディ FM 群馬、安田さん、新聞紙と輪ゴムがあればマスクだけではなく新聞紙を丸めて輪ゴムをセロハンテープで貼り付けるヨーヨーできますアイデアだね、安田助かるね、これアイデアだねじゃないんですよ安田家の食卓っていう番組始まんないから、始まらない、ダンボールとか新聞紙を使って返事してくれって言われて人誰がみんなって言われてラッコフェスティバル、リーサルウェポンは
ベトナム戦争帰りのメル・ギブソンと黒人のジジイダニー・グローバーがタッグを組んで銃を撃つ映画です。メル・ギブソンの必殺技は肩の関節を外して高速着を脱ぐことです。ありそうだね。あ、そうか、ダニー・グローバーさんっていうのか、うん、あ、なるほどなるほど。ラジオネーム黒羊 FM 群馬、有吉さん、ワンカッパー、ダンボーラー、ブルーシーターの特許所得問題ですが、特許情報プラットフォームというサイトで簡易検索したところ、まだ大丈夫のようです。何だその情報。だらない。あとはね、メールテーマ兄弟の話なんですけど、はい、ラジオの直吉 FM 長野、うちは農家なんですね。弟が家継いでます。先日弟にトラクター借りたのですが、トラクターを返しに行った時に、弟は指先でトラクターを撫でて、こんなにホコリがついているだろう、きちんと洗えよと言われました。僕は弟をぶん殴りたくなる衝動に駆られながら、かしこまりましたと弟に言いました。弟は分かればいいんだよと言い放ちました。僕は本当に綺麗にトラクターを洗いました。めちゃめちゃいい。なんだこの幼稚なメールは。初めてかよ。メールするの人に。めちゃめちゃ素朴というか純朴な感じがするな。何のテクニックもないって感じね。いいですよ、裸な感じで、はい、ラジオのギンギンしてんじゃねえよって踏みながら。僕は二卵性ソーセージの双子で、同い年の姉がいます。姉は今ニュージーランドに留学してます。ニュージーランドのラグビーをやっている彼氏を作ったらしいのですが、日本に帰国した際にそのラグビー野郎も一緒に帰ってくるかもしれないと考えると、体の震え止まりません。なんで関係ねえだろ別に。妹の旦那どんなやつも関係ねえよ別に。さあ続いてコーナー、はい、にわかは語る、うん、さあ参りましょう、はい、ラジオネーム、今日はテーマはトランプ大統領、はい、ちょっと政治の問題に厳しくね、ちょっとメスを入れる、うん、鋭く切り込んでみたいと思います。皆さんと共にお願いします。ラジオネーム、相当大統領で出してね、はい、大統領で出してんなっていう、やっぱり今見解ですね。ラジオネーム、早速にわかな感じが。またまたぞ、はい。トランプ大統領就任前からジェスチャーの多さで話題になってますね。身振り手振りで話すことが癖だそうですね。トランプ大統領演説で時折 指で OK のジェスチャーしますが、あれは自分の金玉の大きさを強調してます。就任式では家族で踊り出したり、とてもひょうきんな一面見せてますが、自分の金玉の大きさを指で示してるだけ。言ってることも何言ってるか全くもっと分かりません。あれが英語なんですかね。それにしても欧米人は金玉の態度もでかいですね。ボケすぎなんだよ。ちょっとなんかこうにわかが必死に語ってる感じが欲しいな。ラジオネーム千本ノック、ドナルド・トランプ大統領ですが、親指と人差し指をくっつけて荒々しい口調で民衆に話しておられるので、萎縮してしまっている方が多いかと思います。そこでトランプ大統領に服装から変えていただき、民衆の皆さんからのイメージアップを図りたいと思います。とりあえずアロハシャツに短パンをつけとけば問題ないですね。親指と人差し指くっつけるポーズをしても、トロピカルジュースのさくらんぼをイメージしていると思われるので、逆に好感度が上がります。安倍総理よりも先にヒロミさん、木梨さんにと会談したらイメージ定着成功。ご検討ください。なかなかやっぱうまくいかない方ですね。こう、そうですよね。まあ時間かかりますよね、まあ、意思の疎通はね。そうですね。そうですね。はい、ラジオネーム大丈夫気取ってます。トランプ大統領大嫌いです。テレビに映るだけで不快、最悪、一刻も早く大統領変えてほしいです。理由はただ一つ、洋物の AV に出てきて意地悪な男優にそっくりだからです。なのでトランプ大統領は名前をドナルド・トランプからドナルド・ホークに変え、髪型も金髪から茶髪のパーマに変え、よく見る人差し指を出したポーズも二本指を出して腕をクロスさせるポーズに変えて、マイネームイズゴールドフィンガー、マグロピープルゲラウェイ、メッセージをすれば国民からも愛されると思います。いや、なんかだからお前らいつもにわかで語ってんじゃねえか偉そうに。その感じでいいんだけどな。お笑いがどうだ、ラジオがどうだ、芸能人がどうだとか言ってるじゃないか。お前らいつもなんで急にボケばっかりなんだよ。にわかだってバレたくないのかな。なるほどね。
ラジオネームブラザフットボスティーブ。トランプ大統領には言いたいことがたくさんあります。いろいろと甘い政策がいいですよ。あんなの続くわけがない。とりあえずフォレスト・ガンプ見てアメリカの歴史とか勉強した方がいいと思う。アメリカ大統領なんて国のトップであり世界のトップなんだろ。あいつクラス委員とかなったことないんじゃないか。あと品格も全然ない下品。なんだあの下ネタ、中学生かよ。ただのチンピラだろ。あの政治の背の字も知らないど素人が。それとまあでかいでかいまあだいぶ近づいてますけどね。ラジオネーム、シシ肉食べますか。トランプ大統領はメキシコとの国境に壁を作ると言っていますが、俺の部屋の周りにも壁を作ってほしいです。毎日母親と父親が交代で部屋の前にやってきて、扉をどんどん叩きながら働きなさい出て行きなさいとうるさいです。厚い壁があればその音も聞かずに済みます。トランプ大統領よろしくお願いします。意外と短命に終わるかな。もうちょっとなんかあれだったらいいかな。ラジオネーム三平。トランプ氏は髪型がかっこいい。あれだけ前髪遊ばせてる人間はそうはいない。オラウータンの赤ちゃんみたいで超かわいい。坊主のオバマとはレベルが違う。あれはモテる、絶対にモテる。そうそう、その調子調子し。お前いつもそんなこと言ってんじゃないか。お前だって誰なんだ。ラジオのビワランチュニア。ドナルド・トランプはアメリカファーストと言ってますが、俺のアナルド・トランプもやはりアナルカファーストです。人のアナルよりも自分のアナルの利益を守りたいと思ってます。ジョーとメキシコ人と俺が 3P になった時も、不法にメキシコ人のアナルに侵入しないようメキシコ人のアナルに壁を作って、自分のアナルにジョーからの利益が入ってくるようにしたいと思います。俺のアナルの失業率は今深刻です。アナルは空っぽで貧困にあえています。必ずグレートアナルカを復活させたいと思います。何言ってんの。バカなんじゃないの。何なアナルカって。アメリカのことだろ。ラジオの時にザブロー。就任直後から大統領令を乱発し、次々に公約を実行に移しているトランプ大統領。その目玉といえばメキシコとの国境に建設予定の壁です。アメリカは壁の建設費を莫大な輸入関税によって賄おうとしています。しかしメキシコとは自由貿易協定がありますし、そもそも壁なんて時代錯誤も甚だしい。銭湯の壁だってそうです。この時代に男女を区別するなんておかしい話です。もっと自由に女湯男湯行き来できる銭湯にしたい。おっぱい見たい、チンコ見たい。私はこれこそが銭湯のあるべき姿であり目指すべき未来だと思います。私がこの銭湯の番台に就任した暁には男湯女湯を区切るこの忌々しい壁、必ずや打ち砕き、チンコとおっぱい、女のあそこの自由を我々の手に取り戻してみせます。さあ声を上げよう。 No more war! No more war! わかる？わかるな。いつ薬変わったんだよ、この話。そうなんですよね。なんかあれですもんね。あれは結局もう関係ないんでしょ。TTP は。ああ。TPP。TPP はい。TPP、もうなくなっちゃったらしいですね。環太平洋パートナーシップ協定ね。おい、ちょっとにわかな感じか。環太平洋パートナーシップ協定だから。はい。はい。ワードだけですもんね。ワード言って説明しよう。僕あんま意味分かってないですから。環太平洋パートナーシップ協定。どういうことなんですか、ね、まああれでしょう。税金の問題ですよ。いや、ざっくりとしてはね。ざっくり税金の問題。まあそうらしい。結局そうなんですよ。税金ですもん。いつも。うん、まあそうあなたが払ったっての税金でしょ、いつだって。いや、まあそうですかね。そうでしょ、うん。まあそういうことなんですよ。だからそれが、まあ、トランプがダメだって言うからね、でもね。うん、すごいよね。うんラジオに違和感ざっくり言う。来週はどうしようかね。そうですね、もっとトランプ大統領マジで知らないんじゃない。にわかにもならないんじゃない。あ、なんか何してたの ね、 何でしょうね。なんかにわかの人たちがよくいる世界ってアニメとか言うと怒るじゃない、あの人たち。あ、俺でも知らないんだよな。俺エヴァンゲリオンも見たことねえしな。あ、エヴァンゲリオン好きじゃないの。
エヴァンゲリオン1話見ましたよ。なんか途中でやめましたけど。あ、そう。あの映画のあたりでなんかやった。最近のなんか、ある、なんかあるのかね。知らないんだよ。なんか、最近何が最近。うん。なんでしょう。あれしようか。エヴァンゲリオン。いいと思いますけどね。途中までだったらなんとなくは。あ、そう。エヴァンゲリオン、にわか。あれ、でも大体はあれなんでしょ。だってわかるよ。アンノの主張でしょ。いや、まあ監督さんですからね。安野のメッセージだってよ。ですよね。そうですよ。作ってますから。来週はエヴァンゲリオン、はい、にわかの人語ってください。お願いします。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、東京ハンズオブ JFN スタジオから生放送、有吉サンデーナイトドリーマーです、はい、メールいろいろ来ております、はい、ラジオネームゲスザワ FM 群馬、僕はアン・ハサウェイさんにボンテージ来てほしいですね。あのセクシーさワールドクラス、わかりますね。いいですよ、確かにね。ちょっとまあでも最近浅岡瑠璃子みたいな顔してるからな。ああそうかな、ちょっと似てるかちょっと似てるかラジオネームネドベドベド、岐阜 FM。 僕がボンテージを着てほしい女性は稲田防衛大臣です。強い日本を見せてほしいです。言ってんのなるほどこれ全然違うからラジオパンってしたやつやっぱり体にやっぱ張りがないとさ、ボンテージって絶対似合わないから。ちょっとブカブカな感じはダメってことですね。ブカブカだったらなんか変なもう凹凸ができたりとかダメよ、うん、その稲田さんみたいなおばさんみたいなだよ、ほんとラジオネームボンテン FMC が舐めるはしょんべん、食べるはクソ。これどこの風俗オプションなんでしょうか。ぜひ体験したいんです変な情報が飛び交っちゃって、まあね、香り松茸味しめじみたいなもんでね。いや全然違うでしょ全然違うでしょ舐めるはしょんべん、食うはクソみたいなね、うん、で一緒でしょ。でも、まあ、あれでも香り増すだけ味しめじって言うけど、はあ、今スーパーで売ってるようなあのしめじのことじゃないからね。味しめじって本しめじのこと言ってますからね。あれ今あのブナしめじみたいなの あるけど、うん、あれじゃないですから。あ、そうなんですか。本しめじのことを言ってますからね。味しめじ、しめじそんな美味しいっていうやつ多いけど、はあ、本しめじのことですから。あ、そうなんです。全然しめじに関してはにわかじゃないですね。TPP ですよ。急ににわかになった。急ににわかになった。いやそうですよ。だって本しめじにもね関税かけられちゃうから。ますます。かけられちゃうんですか。ますますね。今かけられてるでしょう。本しめじに税金かけ関税かけられてるでしょ。かけられてないじゃないですか。だけどもうねトランプさんが言ったから。うん、もうダメだね。関税です日本は。にわかすぎるでしょ。だから単語だけ言ってんだもん。知ってる単語だ。ジオネームゲスザ、うん、兄弟の話も。ああそうでした、そうでした、そうでした。安沢は兄弟いるんだっけ。いないです。いないよ。だからわがままでどうしようもねえんだな。ラジオネーム、そんなことない。偏見でしょそんなの。そんなのわがままじゃない方ですよ。何でも独り占めだもんね。まあでもそうですね、争いはあんまりないですよね。うん、そうですね。大丈夫。嫌だね、そんなの。いや、別に嫌じゃないですけどね、全然。いや、なんで腹立つの。いや、それ、全体食ってんのかよ、一人っ子の。お前ね。俺のことかよ。ニュースペーパー。安田さんのことをニュースペーパーって呼ぶから、ダンボーラーとかで、ダンボーラー、ブルーシーター、ワンカッパー、ニュースペーパー。やめろよ。曲入んなよ。やめてください。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、東京ハンズオブ JFN スタジオから有吉弘行とデンジラス安田がお送りしております。続いては安田の限定コーナー、女子、はい、
クソジジイの安田、ね、ニュースペーパーの安田に違いますけどね、女の子の生態、女の子の今のリアル教えてもらおうという企画です。はい、お願いします。女性リスナー限定で、はい、今週こそお願いします。ラジオネームケツダシエフェルコちゃん、フェルトね、どうもシルバニアファミリーをアナルに入れて一家心中させてるおままごと大好き女子です。女の子はいくつになってもキュートなものが大好き。おい安田、私にプレゼントしてくれよ。まずお前の両耳そいでハート型にくっつけたら可愛いワッペになるよな。金玉もいで耳につけたらピアスだよな。超引きずり出して首に巻いたらマフラーだよな。安田、お前私にとっての丸キューだから、おしゃれのためなら死ねるよな。死ねませんよ。だからラジオネームシスターフッドオブスティール、それブラザーでしょ。何で上の方帰ってきてんだよ。ちょっと手口どうも。センター試験で一問もわからなかったビチグソビッチのビリギャルでーす。何受けたんだよ。何受けてんだよ。このままじゃ死ぬまで進学できないかも。マジしんどあ、そこではいつくばって餌食ってんの誰かと思えば安田じゃん。いや違います、ちょうどよかった。私ったら台形の面積の求め方がちんぷんかんぷんだから教えてくんな。安田プラスゴミかけ粉乳割る2っていう問題なんだけど、それ落ちるよ。まず安田にゴミを腹いっぱい食わせて絶命させるでしょ。そこに粉乳をかけてミキサーで混ぜる、最後に清流糖でぶった切ったら完成っていう。何これ、この世のものではない、何かが出来上がっちゃった。台形の面積マジしんどい。落ちるよそれ。そりゃ落ちるって無駄だからやめなさい。もう受けとこう、あげなくていいよ。パン、ラジオネームラッパーザキミちゃん、ザキマちゃんもな、もうチンコの皮にピンポン玉10個入る女子でーす。チンコって言うなよ。女子って占いが大好きなの。特にラッキーアイテムを大事にしてるんだ。今日のラッキーアイテムは日本刀。この日本刀で安田の体を毛さ切りして、泣き叫ぶ安田のチンコを日本刀で蹴り取ってやるよ。安田の断末魔が今から楽しみだ。でも日本刀って重いからモテるかどうか心配だにゃん。じゃねえんだよ。よく切るな俺のこと。なんか日本刀だ清流刀だ。ラジオネームおまんじゅう工場長、どうも、私こう見えてオーラの色が見える系女子でーす。有吉さんのオーラはね、あ、すごい虹色、こんなの初めて見た、感激。んー、じゃあ次は安田のオーラね。うーんね、なんかね、黒い、やだ黒い、やだー、こんな汚ねえ金玉の裏側みてえなオーラ見せやがって、相方にすっぽんの甲羅で頭かち割られるわ。あとバイトの面接落ちた安田氏ね。いかにしろ流行語ならないよ、そんなの。ビューティーランチョーコ、ビューは乱調にあるやろ、それ。それ。それ、なんなのそれ、いつもなんか、言い返してるけど。いや、わかんだよ。わかんだよ、お前らの手口なんか。チンゲが皮に巻き込んでチンコがキャラメルコーンみたいになってるスイーツ女子ドエース。チンゲがって言うなっつってんだよ。ビチグソ巻き散らした便器に白いザーメンいっぱい落として指でハートマーク作るとラテアートみたいでとっても可愛いよ。思わずシャメってインスタにアップしちゃった、みんなも試してみてね。やつだ、いいよ俺の、ぶっ殺すぞてめえこの下痢草。てめえみてえなチンポ草はな、ベニヤ板に五寸釘で打ちつけてな、消防車のホースでな、ポコチン吹き飛ぶまでチンカス洗ってやるわ。玉金引きちぎって静岡おでんの具にして青のりぶっかけて安全靴で踏みつぶす。いやラテアートで終わる。ドロッとしたカキみてえなやつらしやがって。まだあんのかよ、地獄に落ちろ。まだあんのかよ、終わったかと思ったらよ。ラテアートでいいだろもう終わって。もう安田からのくだりいらねえだろもう。なかなかと今の女子これが。いや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 、闇だね。
闇ですよ、みんな闇抱えてるってこと。事実だったら闇ですよね、恐ろしすぎますよ。ラジオネーム、ね、待ってよ、ラジオネームはね、女の子にしてくださいよ、おまっとちゃんでした。おまっとさんでしたね。おまっとちゃんでしただから、いや、おまっとさんでしただろう、おまっとちゃんでしただから、どうせなんか本名も女性ですよ、ちゃんと山田よし子、山田よし子ちゃん、本名 OK、 本名山田よし子ちゃん。本名 OK だと言わない方がいいですよ。ラジオネームおまっとちゃんでした。自分のチンコの生態を撮影してるダーウィンが北系女子です。自分のチンコって言ってるんだから男でしょ、だからやっぱりおまっとさんでしたでしょ、それ。私安田のことが好きなの、告白したいけど振られるのが怖くてできないんだ、だからね、花占いで安田の気持ちを確かめる、それじゃやってみるね、はい、好き嫌い、好き嫌い、安田殺す、安田殺す、塩水いっぱい飲ませて殺す。バスケのゴールリングに安田を入れて下から森で突き殺す、台車に安田を乗せてそのまま谷底に突き落とす、突きキャッ、安田私のこと好きなんだ、よし今から JFN に行って私のビッグラブ安田に届けるのだ。いや、今みんな殺し方で考えろね。かわいいね、全然かわいいことないし、能年玲奈ちゃん、今ののんちゃんにこういう役やってほしいな、かわいいだろうな、これよ今の。ラッパーザキミちゃん、ザキバちゃんね、ハイレグの水着着ると金玉が出ちゃう片玉系女子です。女子になる気ないだろうもう。私って映画好きじゃないですか。知らんな、知らねえよ。特にターミネーターが大好き。そうだね。だから安田さんに映画のパロディやってもらいたいな。すぐにできるからやってみてください。まずショットガンで撃たれてください。そして液体金属になって元通りになった後、サムズアップしながら溶鉱炉に入ってください。私ターミネーターの演技が見れるし、この世のクソゴミ廃棄物の安田も消えてなくなるし、サンドリでクソ汚い声聞かなくて済む、一石三鳥、すぐやりましょう。やられる方かよ、これ。なシュガルツメガーの方じゃねえのか、やらしてくれるのは。ラジオネーム玉なしすけこ、玉なしすけしんじゃないか、だろう、それだろう、玉なしすけこ、ちょっと気づかなかったそれは。有吉さん、安田さん、こんばんは。前に出ると親父狩りに会って、小銭からケツの毛までむしり取られる系の女子です。有吉さん、最近寒いけど暖かくして寝てますか？布団を蹴ったりして風邪ひいたりしてませんか？有吉さんはとにかく忙しい人だから、風邪ひいたりしたら簡単に治らないだろうから気をつけてね。安田、てめえは風邪ひいてもいいぞ。誰も気に留めやしねえし、むしろ寿命縮めてくれた方がこっちもとっても嬉しいし、大体よ、てめえごときがずっと健康で元気で生きてられるのが俺は気に食わねえんだよ。お前その豚のマスクよりな、醜い面100回ぶん殴って本当に養豚場に送り込んでやりたいよ。おい安田、安田よ、奥歯ガチガチ震わせてションベンチビってんじゃねえのか。冗談だから安心しろよ。まあでもお前の心臓俺はいつでも躊躇なく握りつぶせるからな、たとえてめえが地球の裏側に隠れてたとしてもな。それじゃあ有吉さん、またね。汚い文章だわ、本当。汚い文章、キーボードかわいそうだよ。ああ、もう時間がない、終わり、もう終わり終わり。さあ、続いては、クソガミアキラのコーナーですね。クソガミさんが思わずいい質問ですね。とね、あの、射精してしまうような。射精するんですね。ラジオネーム、またまたぞ、はい、クソガミさん、カプセルホテルにデリヘル嬢を呼んだらめちゃくちゃ怒られたんですが、住みにくい世の中になったと思いませんか？本当ですね。なんだこれ。カプセルホテルにでもデリヘル嬢を呼べるようになったら、本当にやっぱり日本経済は活性化。そうですか。ですね。
ラジオネームラッパーザキバチョフ。ババアのおっぱいでもついつい見ちゃうのはなぜなんですか。はい、そうでありません。うるさいな。もう辻君はこの仕事だけやりに来てるから、ね、そんなことないんですけどね。まあでもまあそうですね、うん、はい、あのボタンを押すだけなんだけどさ、そう指サックしてさ黄金の指守ってるね、バカが。そうそう、素材作りとかもしてますから。素材作り、はい、本当かね。多分してると思いますよ。ババアのおっぱいは見ちゃいますね、確かに。でもね、うん、ラジオネーム三平。六本木あたりで調子こいてる若手俳優なら 2,3 発ぶん殴っても罪にならないと聞いたんですが、一番喧嘩が弱い俳優は誰ですか。いい質問ですね。これ弱い人は知りませんけど、私にはあの殴りかからない方がいいと思いますね。空手やってますから。空手やってますからね、私は。やってんすか、あれ。空手やってましたし、暴走族、元暴走族ですからね。そうそう、私には絶対殴りかからない方がいいと思うんですよ。親戚が200代いますしね。空手やってますから、絶対に私には殴りかからない方がいいなと思います。警察の友達もいます。親が弁護士ですしね。はい、私には絶対殴りかからない方がいい。めちゃくちゃなっちゃうもんね。ドスコイパンダ、うん、クソガミさん、アナルと宇宙つながってるって本当ですか。これ何を言ってるんですかね。そんなことないですよ。アナルは腸とつながってる。正当な意見が。ラジオネームサンチョ。布団の中でおしっこすると気持ちいいのは NASA では解明できてないんですかね。いい質問ですね。確かに私もよくします。まあでも気持ちいいのは気持ちいいんですが、すごいやっぱこの季節は寒いですからね。なんかそうですね、奥さんにもよく怒られますね。もうそういうのしたらって言われます。そういうのつけたらそろそろって言われますね。私もやっぱ男の意地がありますからね。そういうのはまだつけないって言いますよ。嫁と毎日喧嘩です。そういうの履いたら、そういうのはつけない、履かない、お前が履け、私はおしっこしないでしょ、布団の中で。ですよ、本当にね。ラジオネーム山頂。お前は親戚の冠婚葬祭には頼むから出ないでくれと親が言うのは何でですかね。君、あなたがもう一家の恥だからです。はっきり物を言ったね。はっきり言いますから。言いますね、やっぱり、ね、津上さんは。そうですね、はい、言ってくれますね、ね、うん、ラジオネーム山頂。態度の悪いデリヘル嬢のご機嫌を直すにはやっぱりアップルティーをご馳走することが一番ですかね。これはいい質問ですね。やっぱりでしょうね、消費者センターでしたっけね、うん、そうですね、消費者センターです。消費者センターにやっぱり相談するのがいいですね。これよ。これよですか。デリヘル嬢の態度悪いと、うん、1万3000円取られたけども、うん、どうしてくれるんだっていうのはやっぱり消費者センターにお電話したんですよね。、はい、お願いします。ラジオネーム山頂。山頂ばっかりじゃないか。なんだこれ、山頂しか聞いてないんじゃないか。就職の面接に落ちるとホッとするのはやっぱり働きたくないからですかね。そうじゃねえのか、一生働くな、クソウジ虫野郎。クソガミさんの意見ですよね、今のクソガミさんの意見ですよね。そういうことですね。はい、口が急に悪くなったか。ラジオネームムー大陸。黒光りするチンコを手に入れたくて漆を塗ったらかぶれました。どうしたらいいですか。いい質問ですね。これは皆さんやっぱりやるでしょうね。私もやります。はい、やりますか。やりますか。私もやりますね。はい、これはちょっと厳しい件になりますけども、うんうん、各生徒皆さんやってらっしゃいますね。表読みが難しいですけどもね。はい、
ひょうよみです。ラジオネーム。ラジオネーム。爽やか大魔人。クソ神さん、どうしてクソみてえな三流女タレントってなんだかよくわからない資格ばっかり取るのですか？これはおめえみたいなクソ人間には関係ないことですね。ソナミさんなんですよね。ちょいちょいなんかめちゃくちゃ口の悪い人が出てくるから。ソナミさんってそうよ。あ、そうなんですか。そうですよ。結構厳しいですよ。ああ、党首討論みたいなのも厳しいですよ。ああ、確かにそうか、うん、そうか。うん、ラジオネーム三平、えなりかずきさんのファンは何人いますか？ゼロ人ですね。じゃねえんだよ。お野菜応援してません。犬もえなりのことは嫌いです。飼ってる犬もえなりのことは嫌いです。そうですね。あと表読みですね。ですからね、難しいです。表読みが難しいです。ゼロ票です。小気度ね、どうせ。私の表読みではゼロ票ですね。よく言うけど。出口調査ではゼロ票です。よく言うけどね。ギガミさんよく言うけど。ラジオネーム日本語ラップ。なぜ寒い時におしっこをするとあんなにも湯気が出るのでしょうか。これはいい質問ですね。私も分かりませんね。あれはね、難しい話になりそうです。とてもねえだろ。それではまた来週。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、有吉サンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございます。はい、ラジオネームヤバい DVD 屋さん、うん、有吉さんの TPP 論ためになりますね、うん、私もいつかニューヨークのウォール街でスーツを着て仕事すること夢見てます。そのためにはまず TPP ですね。なるほど、なかなかそうですよね。そうなんですよ。だから一番それが問題ですよね。全然なんか今日も大統領令が結構でしたもんね、数。うん、なんかニューヨークね、入っていいとか入っちゃいけないとか、そんな多いね。本当に悲しいけど、やっぱりどうしてあんな厳しいこと言うかね。あんな今このグローバルな世の中で閉鎖的な弱かだわ、弱かだわ、あれ吉村血がないよ。 FM 長野、舐めるはしょんべん食うはクソ、このことわざネットことわざ辞典で調べまくったんですがどこにも載ってません。当たり前だろう。新たなことわざ誕生の瞬間に立ち会え、私は感激しております。またギャラクシー賞を取ってしまうのですね。取ってねえんだよ。だからその前に取ってねえ。取ってないでしょ。取ってでしょ。深川の会で取ってないでしょ。深川亮の会で取ってなかったっけ。取ってないですよ。ああ、そうか。あとはね、ラジオネーム黒羊 FM 群馬、特許所得問題の続報です、うん、残念ながらニュースペーパーは多数の特許がすでに取られています。しかしニュースペーパーならまだいけるようです。いやいやいや、いらないでしょそんな。ニュースペーパーって呼ばれるの嫌、うん、いやいやです、嫌です。あ、そう、はい、ニュースペーパーの人たちみたいだもんね。そうですね、ザ・ニュースペーパーさんみたいな、ね、はいはいはい、そうか。でもそういうので、でもなんかあるでしょ、なんかアイデアのなんか損する人得する人みたいなによく出てるじゃん、カジエモンみたいな。はいはいはい、はい、あるんで出るよ、いいじゃん。なんかニュースペーパーで新聞紙を使ったお皿ですとか。いやいや、まあやってないですし、新聞紙を使ったマスク、まずね、一番最初。いや、一番最初って、もし万が一それやってたとしても、うん、あれでしょ、インクがついてたわけでしょ。いやいや、アイデアだねっていう。いや、そしたら全然使えないじゃないですか。だってインクもう外したら、布は高いもんね、布。いや、布って新聞の方が高いぐらい。いくらでも拾ってくれるもんね。今日いつも持って帰ってもんね、そのラジオ局の余った新聞。いや、勝手なこと言わないでください。持ってってないですよ。いや、みんなスタッフの人助かりますって。あ、いつもありがとうございます。いや、やってないからね、腰返し信用しないでね。終わるのこれで。デンジラス安田でした。また来週。